どうも、エルコンです。先日の公式放送にてバージョン 6.1 の最新情報が発表されました。様々な注目情報が明かされましたが、最大の目玉はやはりこれでしょう。そうです、ついにあのバトルマスターさんが大幅強化されることが決定しました。バージョン 4.5 で最後の強化を受けてから苦節3年余り、武闘家や魔物使いの大出世を指を加えて見ているだけだったバージョン5から続く屈辱の日々がようやく終わりを告げたのです。来る3月17日、バトルマスターの新たな最強伝説が幕を開けるということで、本日は発表された強化の内容を振り返りつつ、バージョン 6.1 のバトルマスターについて事前考察をしていきたいと思います。なお、アップデート前の未確定情報を含む内容となっていますので、その点はご留意ください。まずは職業スキルライン、闘魂スキルの回収になります。こちらはバトルマスターかっこ荒いの代名詞ともいえるスキル捨て身の大幅強化が発表されました。以前にこちらの動画でも触れましたが、実装当初は優秀だった自己バイキルトの効果も、他色のスキルやアクセサリーによるバイキルトのばらまきが行われたことにより、もはや守備力ダウンのデバフをかけるだけのゴミスキルになり下がっていました。その捨て身から守備力ダウンのマイナス効果を消して、移動速度アップの効果が新たに追加され、スキル名称もクイックアーツとなり、オシャンティかつ高性能なスキルに回収されることになりました。移動速度アップの効果は120秒間 10% アップということで、以前に僧侶のスティックに追加された行動時 5% で移動速度アップのプラス 30% と比べて数値は控えめではありますが、能動的に発動させることができて、足防具の移動速度 9% と合算ならば常時最大 19% となるので、十分に効果を実感できると思います。魔物使いに比べて攻撃射程が短く被弾しやすいという現状の弱点をカバーしてくれる素敵な効果ですね。敵の間合いに素早く切り込み、反撃が来る頃には悠々と敵の射程圏外に離脱するという、まさに蝶のように舞い蜂のように刺すを体現した華麗なるヒット&アウェイ戦法への期待が高まります。あたかもバトルをマスターしているようですね。そしてそんなクイックアーツと相性抜群となりそうなのが、バトマス用に回収された新たな片手剣スキルです。なんといっても注目すべきは行動間隔短縮1秒が追加された点ですね。もともと硬直時間が短いのが強みの片手剣ですが、バトマスの元の行動間隔が遅すぎて、これまではその長所を存分に発揮できていませんでした。今回行動間隔1秒短縮が追加されたことで、魔物使いや武闘家には及ばないものの、これまでのバトマスに比べれば片手剣装備時の操作性と DPS は飛躍的に向上しそうです。クイックアーツと合わせて機動力に優れた小回りが利くアタッカーに生まれ変わりますね。また会心率のパッシブの合計値がプラス 4% も上昇し、会心ダメージプラス50、特技ダメージプラス30の追加と順当に火力も上がりました。会心率 4% と聞くと一見地味なようにも思いますが、はやぶさ斬りの2回攻撃どちらかで会心が出る確率は 7.84% 増えるので、こちらも違いを体感できる情報修正になるのではないでしょうか。さらに2刀の極意が追加されることで、左手の力の減少率も 50% から 25% に軽減されています。新生片手剣バトルマスターは軽快な操作感と爽快な火力を持ち合わせる、使っていて楽しい職業になることが期待できますね。続いてハンマーのスキル回収内容を見ていきましょう。こちらは特技範囲プラス 1m が追加され、ハンマーの強みである範囲攻撃が強化されてますが、最も注目すべきは2刀の極意2で右手と左手の攻撃力格差がゼロになる点でしょう。これにより攻撃力依存のハンマーの範囲攻撃スキルは全て現状から大幅に威力がアップします。おそらく範囲攻撃火力は全職業で最強ランクまで跳ね上がるでしょう。また天下無双が完全なる7連撃となり、単体攻撃力も両手剣に匹敵するレベルまで上がると思われます。しかしハンマーがその進化を発揮するのは片手剣装備時の左手装備としてになるでしょう。二刀流の使用上、左右の武器種が異なる場合は武器スキルラインのパッシブ効果が同時に発揮されることになります。つまり右手に片手剣、左手にハンマーを装備すれば、片手剣の特技ダメージアップと行動間隔短縮、ハンマーの HP アップと2刀の極意の効果を同時に得られる可能性が高いのです。本来左右に違う武器を持つデメリットとして、左手で武器スキル保持の効果が発揮されないというのがあります。例えば
はやぶさ斬りの極意の威力アップは、左手がハンマーの場合は、左手分には乗らないというものです。しかし、二刀の極意2プラス、武器としての基礎攻撃力の高さによって、宝珠分が乗らなくても、左手ハンマーの方がダメージが出るということが起こります。特に、現在の最新ハンマー、起点のハンマーには、すべてのダメージプラス 5% の効果がついており、これは、左手攻撃分にしっかり乗ります。つまり、左右違う武器種を持つことのデメリット、ほぼ完全に打ち消してしまえるのです。よって、少なくとも、起点シリーズが現役のうちは、右手片手剣、左手ハンマーが主流となりそうな感じがしますね。経済的にも優しく、ハンマーのパッシブ効果の HP アップが、実質、デメリットなしで得られることもあって非常に合理的ですが、唯一にして、最大の欠点は、見た目が死ぬほどダサいことです。僕の場合は、何時、トンカチだけは持つことなかれ。という、いにしえの竜との名約を交わしているのですが、今回ばかりは、さすがに覚悟を決めないといけないかもしれません。トンカチは、ダメだってばいよ、エルコン君。ワンチャン何かの間違いで、左右とも二片手剣で、行動間隔2秒短縮になってくれないかなと、祈るばかりです。では、武器スキル回収の最後に、両手剣を見ていきましょう。両手剣は、攻撃力プラス30に加えて、特技ダメージプラス60という、力こそパワーといったシンプルな調整になっています。女神の木、レベル上限解放もあるので、いよいよ、両手剣バトで、素の攻撃力1000超えの時代が見えてきましたね。両手剣に関しては、黙って天下無双しとけやと言わんばかりの調整ですが、攻撃力上昇も加味すると、一発あたりのダメージが70ポイントほどアップするので、現状と比較して、天下無双1ターンにつき、420くらいはダメージが伸びそうです。普通に強いです。ただ、気になるのは、完全7連で気になるハンマーとどっちが強いの？という点ですね。あくまで、使用未確定の前提ではありますが、ざっと計算してみましょう。守備力1000クラスの敵に対する、ダメージ期待値を出してみます。ま、さすがに、単純計算では、両手剣が一番強いですが、ダメージ上限があることを考えると、フォースブレイクやガジェットが絡むような戦闘では、攻撃回数が1回増える、左ハンマーに軍配が上がりそうですね。ちょっと、両手剣が死んでしまった感は、否めないかもしれない。最後に、職業個別ではなく、全職共通で強化された関連スキルについてです。今回の調整では、特定のパラメータに依存して、独自計算式でダメージが決まる定数ダメージ特技のうち、年式が古く、現在のインフレ環境で取り残されたスキルが、まとめて修正された感じですね。バトマス関連のスキルとしては、待望の強化となったギガスラッシュと、ギガブレイクを筆頭に、両手剣スキル、フリーズブレード、プラズマブレード、ビッグバンなど粒揃いです。これらのスキルについて、現状の定数ダメージの最大値を確認しておきましょう。まあ、ご覧の通りクソ弱いですよね。問題は、これらの定数ダメージの最大値が、どの程度まで強化されるかですが、現環境において、異戦級の定数ダメージスキルといえば、魔剣士の邪炎派とダークマターなので、ここが基準になると思っています。この辺を基準に考えると、非チャージ技で、できれば1000前後、チャージ技で2000前後の強化は、欲しいところですね。職業の固有スキルではなく、共通の武器スキルなので、邪炎派、ダークマターよりは少し弱いくらいが妥当かなと思ってます。ギガスラッシュやギガブレイクなんかは、基礎威力が低かった分、宝珠による上昇幅が、最大 30% と大きく設計されていたので、定数で1000ダメージも出てくれれば、宝珠足すに刀流追加攻撃分も合わせて、かなり強い部類の範囲攻撃になってくれると思います。このあたりのスキルの強化幅は、アプデ当日を楽しみにしておきましょう。はい、ということで、以上が、バージョン 6.1 で行われるバトルマスターの回収内容になります。現時点では、右片手剣&左ハンマー最強説が濃厚なのが、個人的には、ちょっと残念ですが、それでも大幅強化が期待できるアップデートになるのではないかと思います。魔物使いの大ぐらいや、武闘家の子を雲流水など、瞬間火力を爆発的に高める手段が薄い点が、改善されなかったので、デルメゼなどの既存エンドコンテンツに新たに席ができるか、と聞かれれば微妙な気もしますが、6.1 で実装される新エンドコンテンツでは、職業の重複が禁止になるようなので、席を確保できる可能性は十分にありそうですね。今から、アプデに向けてできる準備としては、バトマス用の武器の購入ですが、
とりあえず会心錬金の片手剣だけにしておくのが無難だと思います。二刀の極意を備えたハンマーの使用とポテンシャルに未知の部分があるので、現時点での左用の片手剣や天下無双特化の両手剣の購入はやや危険ですね。このあたりは新たに実装される新防具の性能も踏まえて、アプデ後にバージョン 6.1 バトマスの最適スキル&装備構成の考察もしてみようと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。それでは最後にバージョン 6.1 でのバトルマスターさんの飛躍を祈願しまして、一本締めで締めたいと思います。皆様お手を拝借いよう。ご視聴ありがとうございました。